ナンバーの本音、平野潮への熱狂は新たなステージへ。もう一つの興味深い逸話は、彼女の誕生日が平野と同じ1月12日であることだ。魅力あふれる舞台で個性と才能が光り輝く中、注目を集める人々が日々増えています。最近、ある番組の中で、ブレイクダイラの賞を手に入れたナンバーが、舞台に新たな一石を投じました。 元々は田舎の女子高生として知られていた彼女は妹あ子さんとして親しまれ、セーラー服に太い眉毛がトレードマークの地味な外見の中に、彼女の魅力が潜んでいることがわかります。ナンバーアンは小柄ながらも驚異的な運動神経を持ち、世界の果てまで一手級、という日本テレビの人気番組にレギュラーメンバーとして出演し、世界中で冒険と挑戦を続けています。 彼女は神獣ハンターのオーディションに合格したことがきっかけで、その運動神経と勇気で多くの視聴者を引き込みました。しかし、この番組で彼女が語った最新の推しについての話題は特に興味深いものでした。彼女の注目の的は、平野潮でした。そのファーストシングルや3000万超えのミュージックビデオに夢中になり、公式インスタグラムも熱心にフォローしていることを告白しました。また、彼女の誕生日が1月12日で、 平野くんと同じ誕生月であることも興味深いエピソードです。平野ノ仕様が口紅のイメージキャラクターになったことも彼女が知っていることの一つです。表参道の店頭のモニターで彼の映像を見た際、彼女はこの寒空の中で行列ができるほどの人気に驚きました。そばにいたラジオバービーさんは彼の魅力について熱く語り、やっぱり推しがいるっていいよね。推したいと共感を示しました。 しかし、ナンバーアの魅力は単なるアイドルのファンとしてだけにとどまりません。彼女は世界最高峰のエベレストを含む数々の山々を制覇する登山部のメンバーでもあります。その精神力と肉体を駆使して、彼女は薬峡に立ち向かい、エベレスト、キリマンジャロ、モンブラン、マッターホルン、マナスル、ベナリ、ハイガー・ビソン・マシフなどなど、数多くの難関を制覇しています。彼女の将来の展望は予測が難しいですが、 彼女が乗り越えなければならない山がまだまだあることは確かです。しかし、彼女は薬境にも立ち向かい、頑張っていることには成功してほしいと願います。彼女の挑戦の姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えるものとなっています。最後に、妹彩子の言葉を思い出しましょう。推しっていいよね、推したい,い私も。確かに、推しに夢中になることの素晴らしさを感じる今、私たちは彼女の冒険に共感し、 新たな舞台に挑む姿を楽しみにしています。どうか温かいコメントやグッドボタンをお願いします。そして、他の記事もぜひ読んでみてください。推しに夢中になる素晴らしさ、そして彼女の冒険に共感していただけることを願っています。